歌手の泉谷茂が6日放送のフジテレビ系ワイドナショーに出演。石破茂首相が首相就任前と就任後で発言がブレブレになっていることについてこの一単名じゃないかと落胆した。番組では石破首相が就任前とは一転して早期解散に踏み切ったことなどについて特集した。泉谷は茂だけに応援してやりたいのは山々なんだけど 字も同じなんだよとまずはボケを入れつつ、みんな、どこか好きだったよね。この石場さんは、この人が総理になったら、俺が決めるんだというのをやってほしいよねと期待を寄せていたことを明かした。続けて、森山、幹事長かなんかに、選挙やれ、やれ。人気高い、打って出ろ。主犯指名されてもないのに、この人、短命じゃないかと失望を隠さなかった。 以下は視聴者からのコメントで、石破さんでさえこれなんだから自民党はもうダメだよって世論が形成されつつありますね。ここで立憲と維新と国民が一致結束して過半数を取りに行けば政権交代もあり得ると思いますが、少し前までお互いの違いを主張し合っていた野党が短い期間でどこまで準備できるかが注目ポイントですね。 今度の選挙を意味のあるものにできるかは野党にかかっていると思います。ていうことでマスコミには投票率を上げるためにももう少し野党の動きを伝えてほしいと思います。物価高対策、政治と金の問題などで与野党の争点を明確にし、どちらが良いか文字通り国民の審判を仰ぐ選挙にしてほしいと思います。裏金問題で新事実が出た場合は、 ちゃんと調査して対処すると石破総理は言いました。裏金はすべて政治に使用されていたと言ってましたが、有罪になった堀井は私的に裏金を使ってたことが裁判で明らかになりました。自民党秘書の松本被告も法廷で裏金の再開は安倍派の幹部から指示を受けたと証言しました。名指しは避けましたが。そして、 麻生、石場にも裏金疑惑が報道されました。次々に新しい疑惑が出てきてるのに石破総理はしかと。まして、裏金議員は全員公認。比例復活もありにすることを検討。完全に国民を馬鹿にしてますし、国民を自分たちの財布としか思ってませんね。国民の良識も問われています。自民党としては高市が大本命なのは、 総裁選予選で明らかです。国民のガス抜きのために、党内野党である石破を捨て駒利用することは至極当然だと思います。党内からの期待なんて何もなく、次期選挙でとりあえず過半数割っても、与党さえ維持できればいいぐらいにしか思っていないでしょう。やっとの思いで得た、総理の座を石破が手放さないとするなら、自民党として一番の誤算になるかと思います。 自分もそんななような気がしてきた当初は石破さんがなろうが高市さんがなろうが総選挙は自民党が勝つと思ってたが石破さんの動きがひどすぎて野党に逆転の目も出てきたように感じる石破さんがすべきことは形だけでも今の自民党を否定することだったのにほぼ全てで今の自民党に取り込まれてしまった何を恐れているのかわからないが 予算審議をして解散すればよかっただけなのに審議もしない裏金議員の比例重複も認めるではもたないだろう最後の挑戦と言っておきながら結果がこれとは情けないにも程があるってものだ石破さんは誠実に語る人と思ってましたが政治家はみんな同じですね政治の信頼を失ったのは統一教会政治資金裏金給分通費などで見せた 自国合優先の恥ずかしげもなく、詭弁を駆使して、現状政治家の特権や地位を守ろうとする姿勢に、政治家の実態を見せてしまい、加えて詭弁が通用すると国民をなめてしまっている姿にへきさらには選択肢として存在しない野党の、同じ姿に、日本国の政治レベルの低さがマックスに至ってます。 このような状況した日本政治の本質をついた納得と共感を標榜する石破総理に期待していたところ口も乾かないうちに納得も共感も得られない表現尽くしの言葉と行動記者会見では国民の信頼なくしては何一つ前には進みませんと言葉を残しながら官邸に帰っては信頼をなくす協議を行い決定することの日々繰り返し こんな状況を政治家だからと許容し忖度する国民が変わらなければ、この国は変わらない。